エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーでーす。はい、マルです。キリタでーす。え、何言ったの？今日はですね、熊本城がライトアップをしてるということなので、熊本城に行ってみようと思ったんですが、芸がないので、細川行具亭という、そちらもライトアップしているので、行ってみようかなと思って。すごっ！エルちゃん。ということでね、細川行具亭にやってまいりましたけど、今ね、見ていただいたのが竹灯籠ですね。で、穴を一個一個手作業で開けて製作しております。これ全てボランティアでね、やっておりますので、だぜ機
会があればぜひ皆さん一度見に来てください。あと何かいる？納得してないみたいな。何を切り抜いた？そんな真面目に言うみたいな。いやいやいや、ないですよ。言うこと他にあるだろうみたいな感じで納得してないんです。そもそもなんでこんなことがやってるのかとか。あ、要は秋のお城祭りの一環ですね。で、様々なお城祭りのイベントがあって、その中の一つの城あかりというイベントになります。納得いかないです。納得いかんのか。ここでゲストが登場とか、ね、このあったら面白いのにとか。スペシャルゲストね。さっき細川の武将の人がいたけどね。田時様、うん、田時様はいなかったっけ。幽霊じゃね。キリトさん今すっごい、うん、あのマイナスなんですよ。なるほど。もしかしたらそれで今あのお屋敷の中いるんで幽霊じゃないですかね。エルちゃん今ここまで戻ってきたんですよね。はい、バスで、乗ってきて桜町のバスターミナルにやってまいりました。桜町です。でここですね、なんか噂だと許可もらえてるらしいんすよ、撮影の。ちょい多分ね登場してると思うんですよね、ここは。ただですね、これに関しては、うん、キリトさんが詳しくて、この中の撮影は許可はもらっています。ただ店内は映さないでくださいとのことです。ちょっと待って、それだと中入れないから。いや、通路は映して全然構わない。あれでしょ、テナントは許可がいるってことでしょ。そりゃそうですよな。でも撮影許可が降りてるっていうだけですごいじゃないですか、ね、ということで、なんかまた機会がね、何かしらあれば、ね、はい、ちょっとこっちの話になっちゃったけど、はい、さっきのとこ何でしたっけ。細川行部亭というね、行部亭、はい、綺麗なところでね、もうちょっとね、はい、色づいたらもっとね綺麗になるんじゃないかとは思うんですけど、はい、よかったっすね。そうですね。これ何日までだったですかね。これは12月4日までやってますので、お近くになんか機会がある人がいればぜひね一緒に見に行ってってください。今日何日ですかね。今日27ですね。だから残すところ1週間ぐらいなんで、その1週間以内に、はい、それなりの動画を編集しないとみんな見れない。来年ということになる、ね、間に合わないと、はい、先行して、ね、あの部分だけ撮りますんで、はい、お願いいたします、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございます。それでは次回も、俺たちにかかってこい。